3つ取れましたからね、まあ、何より3つ取ってロッテ戦に臨みたいっていうのがありましたから、そういう意味ではすごくいい雰囲気で臨めると思います。甘い球をしっかりジャストミートできてるっていうのが一番なんじゃないですかね。やっぱり悪い時はね、こうミートできないですしね、それがしっかりミートできてるっていうのがこうヒットにつながってると思いますね、はい、打順は別にどこでも変わりないと思います。ただやっぱ7番ってなると久しぶりですしね、えらい時間あるなと、1打席目回ってきて2打席目回ってくるまでもえらい時間あるなっていうんで、まあ、その代わり相手ピッチャーしっかり見て、傾向とかその情報っていうのがしっかり得られた中で打席入れますから、まあ、準備っていうところではしっかりとした準備があった上でこう打席に立てるなという気はしますね、はい。まあ、あるファンの方からですね、7番はいいとラスボスだっていう方がいらっしゃってですね、はい、だからそういう宮治さんと話してて、じゃあ後ろのこのこですねって言って、銀次郎はのこのこです、はい、そうですね、のこのこもね下手したら強いですからね、はい、甲羅がありますから、はい、銀次郎の甲羅が出るようにね、はい、きっちりこの3試合ですね、3立てっていきたいところですけどね、しっかりまずは勝ち越しすることを目指して頑張りますんで、応援よろしくお願いします。